はい、こんにちは、カプパです。はい、今回ね、アルパインクルーザー800レザーのワイド、こちらを買ってみました。では早速箱から出してみましょう。まあいいですね、デザインもね、まあ、今までのモンベルよりこうちょっとねシュッとしてる感じがします。まあ、例えばね、あのかの有名な小泉進次郎さんだったら、登山靴はね楽しくセクシーであるべきだとか、まあ、言いそうな、まあ、そんなかっこいいデザインです。で、僕的には、まあ、久しぶりにねモンベルに行ったってこともあって、登山靴のラインナップがだいぶ変わったことに驚きました。で、以前はね、まあ、この辺のトレッキングシューズはツオロミーブーツとかね、あのタイヨガブーツとか、そんな名前で呼ばれていたんですけど、今はねこのアルバインクルーザー800とかね、あとは600、400とかって、そんな風な呼び方になってました。で、今回買ったこのアルバインクルーザー800レザーワイドの位置付けなんですけど、ちなみにね値段はね35,800円なんですよ。これがね確かね旧商品で、あのツオロミーブーツっていうんですけど、これがね確かね売り値で2万円ぐらいだったんで、このツオロミーブーツの後継版で、でしかもこの革張りと、まあ、いうような位置づけだと思います。で、一応ねモンベルのホームページのコピーには、荷物のね重い長期重装とか、あとは積雪量の少ない冬季トレッキングに適した全天候型レザーブーツというふうに書いてあります。ということでね、またまたモンベルを買っちゃいました。でね、ちょっと余談なんですけど、またモンベルかということで言えば、もう以前ね、そうですね、4年ぐらい前かな、こういう動画を出したんですよ。タイトルがね、確かね、幅広の登山靴、4E 登山靴しか履けない方必見、幅広&高高の方にお勧めしますみたいなね、まあ、動画を上げて、もうね6万回かそこら再生されてるんですけど、相当の方がまあ見ていただいてます。その時にね、まあ、カブパパはねモンベルばっか履いてるねというふうなコメントがあったんですけど、まあそれはね、あの明確なそのモンベルを買ってる理由がありましてね。で、その動画でも言ってるように、あの僕の足がですね極端な幅広で高高なんですよ。ですからね、あのスポルティバとかね、あのヨーロッパの靴が合わないんですよ。あのねシュッとしたかっこいいの履きたいんだけどね、まあ、これがダサいってするわけじゃないんだけど、ただねとにかく、まあ、登山靴ですから、安全が優先しますから、まず自分の足にフィットしてるというのが一番大事なことなんで、まあ、そういう意味で言うとね、もう僕の場合これをモンベルということですね。ではスペックなんですけど、この重さが 637g ということで、まあ、レザー靴で言えばね、そんな重い方じゃないですね。まあ、軽い方だと思います。で、色はですね、ブラックとダークブラウンがあって、で、僕はこれダークブラウンの方を買いました。で、サイズはね、24から29、幅広くあります。で、ちなみにこのアルパインクルーザー800は、まあ、僕はレザーを買いましたけど、レザーじゃないモデルもあります。で、そっちはね、だいぶ安いですね。あとこの、ね、さっきも話しましたけど、ワイドモデルということで幅広サイズですね。ここがあのポイントです。ちなみにね、この幅広じゃない普通の足幅のモデルも売ってます。で、なんさってね、一番の特徴はここですよ。これ見えますかね、あのトレイルグリッパーというような靴底になってます。いわゆるビブラムとはちょっと違うんですね。でね、このね靴底トレイルグリッパーなんですけど、僕別にねモンベルのコマーシャルしてるわけじゃないから、まあズバリ感想を言いますけど、このモンベルの登山靴自体の性能っていうのは、まあ一言で言えばね、普通ですよ、普通。まあその普通の登山靴を優先的に僕が選んでる理由は、まあ僕の足の形にね、フィットしてるからという一点です。ただ長年使ってて、まあ一つだけこれはいいよと。まあいいよっていうのはね、グッドっていう意味で、このトレイルグリッパーというね、靴底がね、本当によくできてるんですよ。で、ここだけの話ね、僕ね、長年ゴム産業の仕事をしてました。原料からね練り、あと下流工程、流通、そしてね販売までやってたんですけど、まあ、その経験から言わせてもらうと、このトレイルグリッパーの売り文句の抜群のグリップ力 でしかもね摩耗に強いという、グリップ力はあって減らないということなんですけど、まあ、特にね地面に設置してるゴムの性能からすればありえないこと、いわゆる二律背反してるんですね。
まあ、よくね言われるのは、あの新品であればね、まあ、どんな靴でももしくはタイヤでも新品であればね、グリップもいいし守りも強いです、ね、何度も言うけど新品であればね。ただね、問題はね、もう使い込んできてからの性能がどうかってことなんですけど、このブロックのパターンが減ってくると、摩滅してくると、靴底もね、あのタイヤなんかもそうなんですけど、極端に性能が落ちてくるんですよ。あの例えばね、これから冬ですけど、スタッドレスタイヤにはね、あのプラットフォームというね、溝の深さを示すね、目安があるんですよね。まあ、そういったものが設けてあるように、あの性能低下しますよということを言ってるんですが、このトレイルグリッパーはやっぱりね、減ってくると性能は低下するんですけど、その性能低下するね、曲線ですね、ゲインラインが非常に穏やかです。だからね、つまり効き目がね、こう長持ちしてます。まあ、そういう風に感じます。まあこれはね、まあ、長年モンベルのね、トレイルグリッパーを履いてる人間の、まあ、個人的感想なんですけど、まあ、その点ね、非常によくできてると思います。まあ、今回もね、こちら安心して履き潰していきたいという風に思います。はい、というわけでございまして、今回はね、アルパインクルーザー800レザーワイドの開封とご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。カパパでした。